はい、じゃあさっき大事って言った温度による溶解度の違い、はい、うん、なんとなくこれも、イメージしやすいと思うんですけれども、うん、例えば食塩水、砂糖水ですね、温かい方が、温めた方が溶けやすいという感じしませんかね、うん、あの大体そういうイメージの持ってると思うんですけれども、その通りで、はい、固体の場合は温度が高ければ高いほど溶けやすいんですね、はい、まあ、そのあたり読んでいきます、はい、1番、固体が水に溶けるとき、はい、一定量の水に溶ける固体の溶解度は普通水の温度が高くなるほど大きくなります。やっぱり書いてますね、はい、ここは線引っ張っていきましょうね。普通の後ろですね、水の温度が高くなるほど大きくなります。基本的にはほとんどの固体はそうなんですけども、はい、続きですね、はい、しかし例外として水酸化カルシウムのように温度が高くなると溶解度が小さくなる物質もあります。この水酸化カルシウム、さっきもちらっと言った小石灰とも呼ばれるんですけども、はい、これはちょっと例外として固体、白い固体ではあるんですけれども温度が高ければ高いほど溶けにくくなるということです、うん、ただし、まあ、基本的にはもうこれもあくまで例外ですので、はい、普通はこの固体は温度が高ければ溶けやすい、温度が低ければ溶けにくいということだで覚えておいてくださいね。はい、で、続き、書いてますね、表に、まあ、固体の溶解度っていうのが、まあ、表に表されてるんですけれども、はい、まあ、このあたりはまあまあ見ておけばいいと思います、はい、例えばね、でただ一つだけちょっとね気をつけておいてほしいのが、あの食塩、一番上の食塩ですね、はい、これは、その上の右上のグラフですね、図15を見てみたら分かると思うんですけども、はい、食塩というのはですね、確かに温度が高ければ高いほど溶けやすくなっている、で低ければ溶けにくくなってますね。この一番上、表2の一番上の数値を見てみれば分かると思うんですけれども、はい、温度が0度、20度、40度って上がっていくごとに、はい、食塩、これは水 100g に溶ける、限界量、ね、飽和した状態の量だと思ってください。はい、35.6、35.8、36.3 っていうふうに増えてはいますけれども、うん、あんまり増えてないですよね。はい、で、温度が逆にね下がってもそんなに変わらないということで、はい、グラフで書いて、あのね右上のグラフで見てみても他の物質と比べてですね、うん、あまり温度による変化ないですよね。はい、なのでこれはちょっと知っておいてください、ね。それに対して他の水酸化ナトリウム、ミョウバンとかはね、温度によってかなりね溶けやすくなる、そのね、溶ける量が増え方が激しいですよね。はい、その辺の違いもちゃんと分かっておいてください、うん、ここはまあね、食塩のことを特に気をつけるということです。はい、